平か今、マイナー契約では MLB 絶対行かない。球団にメリットがない。メジャーにはいつ行きたい？それはもう、球団がポスティングで行ってもいいと言ったら、笑い。僕はいつでも行きたいと言っていますから。どんな移籍が理想？先発投手として挑戦し、球団にも譲渡金が入るようにして、自分も球団にも利益があるような形がいい。コンオフだと24歳なので、25歳ルールでマイナー契約になるため、譲渡金も少ない。自分の契約も小さくまとまってしまう。双方にメリットは全くないと思います。マイナー契約でも挑戦する。それは絶対に行かないです。行く意味がない。そもそも球団にお金が入らないですし、自分に入るお金も少ない。双方にとって良くないじゃないですか。自分の経験としてはいいんですけど、球団にポスティングを認めてもらってまで行くものではないと。僕自身もマイナーで行くような選手ではないと思ってます。球団への恩義は、それは絶対にあります。ドラフトで取ってもらいましたし、僕も球団も良い形になったらと思います。考え方がプロ。こいつ意外と頭いいというかしっかりしてるよな。球団のことまで気が回るのはコメントとしていいな。噂は批判か。噂は批判か、なんていらんやろ、完全に噂は批判やし。実力あるから言えるセリフだしな。自分の希望を出しつつも球団への配慮も欠かしてない、好感持てるわ。平のメジャーは応援してあげたくなるな。こいつ高卒沖縄人とは思えない聡明さよな。平って職業としてプロ野球選手やってる自覚あるよな。ここまではっきり言うとかっこいいな平。代表自体もだけど考え方がかなり合理的よな。これはプロフェッショナル。